渡辺真希子は日本の女優、元ファッションモデル、東京都出身、リケード所属、小学4年の時に演劇クラブに入部したことを機に女優を志す。1986年よりモデルとして活動を始め、広告、ファッション誌、ファッションコレクションなどやテレビコマーシャルに多数出演した。1986年にリクルート社 トラバーユのテレビ CM でデビューした。1988年に映画バカ野郎。私怒ってますで女優デビューした。1989年に女性ファッション誌キューティー総刊号の表紙モデルに採用される。1989年に日本初のダンスミュージック専門レーベルメジャーフォースから中西敏夫高木館。 工藤正幸のプロデュースで中川久子とヒップホップユニットザ・オーキッズを組んでライフイズ・エーサイエンスを発売した。梅林茂監督,監督映画モグラでヒロインに抜擢された後に J ・ムーブ・ウォーズの作品に数本参加する。1999年に諏訪厚彦監督作品 M ・アザーはカンヌ国際映画祭で国際批評家連盟賞を受賞する。 2007年に出演した河瀬直美監督作品、上がりの森は第60回カンヌ国際映画祭でグランプリ作品に選ばれた。小林正宏監督作品、愛の予感はスイスのロカルの国際映画祭で最高賞の金表賞、死刑賞、ギャング審査員賞、ダニエル・シミット賞をそれぞれ受賞した。2012年に中野和人監督作品、父を取りにが、 スキップシティ国際ディシネマ映画祭で同映画祭初めての監督賞とスキップシティアワードを受賞した。2012年12月に第55回アジア太平洋映画祭最優秀女演女優賞した。2013年3月に香港国際映画祭の一環として開催された第7回アジアンフィルムアワードで最優秀女演女優賞を受賞する。太平洋映画祭で 日本人の受賞は10年ぶり、アジアンフィルムアワードで、日本映画で初めて最優秀女演女優賞を受賞する。テレビドラマ、演劇、映画作品を中心に活躍している。夕張国際ファンタスティック映画祭をはじめ、東京フィルメックス、東京国際映画祭日本映画スプラッシュ、部門審査員、サハリン国際映画祭、マカオ国際映画祭アワードなど、 国際映画祭などで審査員を務めるアジアフィルムアワードで最優秀女演女優勝部門を審査している他多数ありがとうございます